フスコフのベーチェ、ビクトル・バスネツォフが、ベーチェは、中世スラブ諸国における民会の一種。ノブゴロド共和国では、ベーチェは、ゲルマン社会のリングやスイスのランツゲマインデと同様、国内の最高機関として機能した。ベーチェという語は、スラブ祖母のベチャを語源としている。近現代において似た意味で使われている、ソビエトも、究極的には、 スラブソ語のビティティという動詞の語感が語源である。なお、サンスクリット語のベーダ、ゲルマン諸語のバイスやワイズ、ベイトン、ウィートニーカなど、インドヨーロッパ語族の様々な語と関連させる語伝があるが、いずれも別に語源を持っている。また、意味論的な派生として、回収という意味につなげようとする説もあるが、同時代のスフェデニアやスビットチェニアといった回収を意味する語はいずれも、 情報という意味を根としている。東、スラブ人のベーチェは、東欧のルシ時代以前から存在した、部族集会を起源としていると考えられている。東ヨーロッパの年代期に登場する早期のベーチェは、997年のベルゴロド公国、1016年の大ノブゴロド、1068年のキエフにおけるものなどが挙げられる。ベーチェでは、戦争や和平、法の制定、 外部からの君主昇兵や君主追放などを議論した。キエフでは聖ソフィア大聖堂の前でベーチェが開催された。ウクライナでは都市でのビーチェは単にコミュニティの声員を集めて重要事項を告知し近いうちの計画を議論する場であった。ノブゴロドのベーチェの金が撤去され、モスクワへ送られるズノブゴロド共和国のベーチェは1478年に モスクワ大公イヴァン三世に征服されるまでは最高位の立法府であり司法機関だった。1410年、ノブゴロドのベーチェは従来の部族民会からベネツヤの公衆集会のような組織に改革され、議会の下のローカルコモンズとなった。また同時に上院にあたるソベート号スパトも整備され、従来の都市の運営者だったポサードニクやトイシャツキーが参加した。 一部の文献は、米チェに常に出席する、大議員のような存在になった人々が、米チニクという、新たな社会階層を形成したとしているが、より後世では、こうした解釈を疑問視している学者もいる。ノブゴロドのソベート号スパトは、誰でも米チェの鐘を鳴らすことで招集できることとされて、いたが、実際には、米チェの召集には、複雑な手順を要した。貴族や商人、 市民など、都市の全住民は、ヤロスラフの裁判所もしくは、聖ソフィア大聖堂の前に集結した。米字召集を知らせる金は、少なくとも共和制とノブゴロド独立の象徴では、あった。それゆえ、モスクワ大公イバン三世は、ノブゴロドを併合した際にこの金をモスクワへ持ち去る、ことで、古き伝統の終焉を演出したのである。 ノブゴロドでは5つの根地ごとに別々に民会が開催されていた可能性がある。大ノブゴロド以外のノブゴロド共和国領の都市では、トルジョークにおけるベーチェのみが年代記に記録されている。とはいえ、実際にはすべての都市で同様のものが存在したと考えられている。プスコフ共和国では1510年にモスクワ大公バシーリー3世に併合されるまでベーチェ。 が開催され続けた。開催場所はイタリ生産者大聖堂の前だった。カジミエシュ三世時代のビエツポーランドでは、ベーチェはビエツもしくは、ビエツへと呼ばれ、ポーランド王国建国以前から存在した。初期には、長老や指導者たちの会議として開催され、後に自由人男性全員に解放されて、集団全体に関する議論を行った。ビエツには、 新たな統治者を選出するという重要な役割があった。伝説では、旧世紀にピャスト・アサソ・ピャストや、その息子、シェモビトが、エツで選出されたとされるが、その根拠となる文献はいずれも、後世のものであり、それぞれの信頼性について、学者間で議論が続いている。選挙権は、基本的に、エディート層に制限されており、これが後に、ポーランドを牛耳り 国王に対してさえ強大な権力を振るった大貴族の起源となった。12世紀もしくは13世紀までに、美越への参加権も同様に行位の貴族や役人に限られるようになった。1306年及び1310年に全国の代表が集まる美越が開催されているが、これは後のポーランドリトアニア共和国の政務の起源と言えるだろう。 See the Slow Beach Etymology of the World and the Corresponding References in the Following and Trees of the Max Bassema S.Etamological Dictionary. ありがとうございます。